三陸鉄道、三陸鉄道株式会社。三陸鉄道は、岩手県の三陸海岸を従管する路線を持つ、第三セクター方式の鉄道会社である。通称三鉄。北アス線、南アス線の運営を行うほか、旅行業、物品販売業も行っている。三陸沿岸を結ぶ鉄道の構想は、1896年。 明治29年に白根千一地停大臣に提出された三陸鉄道株式会社創立申請書に遡る。これは1896年三陸地震の際、陸の孤島と,と評される急峻な地形が支援物資の輸送を阻んだことを踏まえ、その復興策として鉄道の建設が考えられたことによる。この構想は三陸縦貫鉄道構想となり、 1928年11月22日に、仙台駅石巻駅間、宮城電気鉄道、現在の仙石線、1930年3月27日には、久慈駅八戸駅、現在の本八戸駅間、八戸線が開通した。1933年三陸地震を経て、1935年9月29日に、気仙沼駅西駅間、大船渡線、 1939年9月17日に、釜石駅宮古駅間、山田線が開通した。この、三陸縦貫鉄道構想は、第二次大戦後も継続され、1957年2月11日に、気仙沼駅元吉駅間、気仙沼線が、開通。1962年には、宮古駅、久慈駅間及び、西駅釜石駅間が、工事線に格上げされた。 そして高度経済成長期には、日本国有鉄道、国鉄線として1968年10月24日に、前八駅柳津駅間、柳津線、1972年2月27日に、宮古駅太郎駅間、宮古線、1973年7月1日に、西駅、吉浜駅間、西線、1975年7月20日に、普代駅、 九時駅間、九時線が相次いで開業した。しかし、三陸縦管鉄道の完成を目前にして、国鉄の財政悪化により建設が凍結された。この時点での未開業区間は、吉浜駅釜石駅間 15.2km と、太郎駅普大駅間 32.2km の計2区間で、路盤はすでに完成しており、レールの敷設もほぼ終了していた。 追い打ちをかけるようにようやく開通に至った聖線、宮古線、久慈線も1981年9月18日には国鉄再建法による第一次特定地方交通線に指定され国鉄路線として廃止されることが決定された。これを受けて岩手県と沿線市町村は1981年11月10日に第3セクター 三陸鉄道株式会社を設立。社名は三陸縦貫鉄道、三陸観光鉄道などの案から岩手県知事が決めたという。翌年1982年から未開業区間の建設を進め、九士線と宮古線、西線の引き継ぎと同時に未開業区間を開通させて、北利圧線及び南利圧線の営業を開始し、 地元の悲願であった三陸縦貫鉄道は1984年4月1日に全通した。また、これは特定地方交通線を転換して開業した初めての第三セクター鉄道ともなった。開業初年度からの約10年間は黒字を形上し、三陸鉄道の成功はその後の第三セクター鉄道の誕生を強く後押しした。しかし、 輸送人員は1992年から減少の一途をたどり、1994年からは赤字経営に転落、岩手県の運営助成基金に手をつけ始めた。このままでは運営資金が底をつくことから、2003年には経営改善計画を策定、合理化の徹底とともに観光客の誘致を図った。その最中を襲った2011年3月11日の 東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に伴う津波や崩落は、三陸鉄道に甚大な被害をもたらした。路線各所で駅舎や路盤が流出し、車両も3両が使用不能となった。しかしながら、地震発生からわずか5日後の3月16日には、九時駅陸中野台域で運行再開、被害が小さな他の区間についても3月末までに運転再開し、 被災者を勇気づけた。被害が大きなそれ以外の区間についても、岩手県庁の補正予算や国土交通省の第3次補正予算から復旧費用が拠出れるメドがついたため、復旧工事を進め、2014年4月6日に全線が復旧し運転再開に至った。また、同じく震災で普通となっている、東日本旅客鉄道、JR 東日本山田線のうち、 2019年3月23日の宮古駅釜石駅間の運転再開の際には、経営が三陸鉄道へ移管される予定となっており、これにより営業路線の総延長が第三セクター鉄道として日本最長となる。以下の路線を運営している。2019年3月23日に JR 山田線の一部区間の移管を受ける際に、移管区間と、 北リアス線、南リアス線を統合し、路線名をリアス線とすることが決定している。第三セクター鉄道としては日本国内最長距離の路線となる。自社車両はすべて36系。公式には三陸型の発生を当てるお名乗るが、車体構造や車内装備から6形式に分けられる。2006年から 毎年12月から翌年3月末まで、北リアス線、九慈駅宮古駅間で運行されている、企画列車。車両内に12台のホリコタツが設置され、企画列車専用の弁当販売や車内でなもみなどが、登場するイントもある。森岡市の岩手県庁内に陶器場本店、名目上の本社が存在するが、実際の本社機能は、宮古駅内に存在する。九時、 大船渡の事務所は、事務や、指令業務を行い、運転し、車両が所属する。三陸鉄道の旅行業部門で、宮古駅に設置されている、近畿日本ツーリストグループの特約店、九慈駅にあった九慈営業所は、2007年3月31日を、もって閉所された。大人普通旅客運賃、小に半額、10円未満切り上げ、北リア線、 南リアス線共通。2014年4月1日現在。赤字を食うとのことで、せんべい、三鉄赤字せんべいを販売している。震災後の2011年からは復興と地域活性化を目的に、男性鉄道社員をキャラクター化した鉄道男子プロジェクトも開けしており、公募によって、使命とデザインを決定。それをもとに、和木米ねがりデザインを行っている。 これまでに、田野畑優、田野畑駅と、小石浜連、小石浜駅が、また小石浜同様、小井が駅名に含まれることから、西武鉄道と共同で、小井が、久保純、小井が久保駅も誕生した。他にもマスコットキャラクター、三鉄くんを配したグッズや、車内放送を収録した CD、酒蔵とコラボレーションした日本酒など、多数の販売を行っており、 公式ホームページにはオンラインショップ、三鉄屋を設けている。三陸鉄道がインターネットで行っている広報には公式ウェブサイトに加え、ブログ形式の鉄ログやツイッターの三鉄くん三陸鉄道、鉄ログなどがある。また、機関の開放紙を発行する三鉄ファンクラブも設けられており、ファンクラブの会員勝利面は一日フリー乗車券となっている。 未開通区間以外の全線で、任意の1日、本人のみ、会員年度よりも長く設定された、有効期限内に限るに使用できる。2011年10月27日より、三陸鉄道支援プログラムとして、クレディセゾンが、カード会員から1人1万円の支援金を募る、形で復旧への支援をしている、2013年5月現在、第4弾まで実施。 支援者の名前を書いたプレートが枕木に設置される。枕木に名前を残そう。や、三陸鉄道社員らと交流しながら、実際に、それを取り付ける旅行ツアー、別途旅行費用が必要。近畿日本ツーリストが主催も行われている。ツアー第二弾の式典には三鉄社長のも月、正彦や三鉄、クレディセゾン社員に加え、開業時から三陸鉄道を記録し続けている。 鉄道写真家の中井誠也も席し、貸し切り列車では、社長の講話も行われた。2013年8月末での支援者は延べ5000人を超え、支援額は5000万円を上回っている。サークル、K、サンクス、現、ファミリーマートは2012年より、三陸鉄道応援企画を実施しており、2014年4月には、第3弾、つながれ、三陸鉄道として、 北東北地域のサークル系とサンクスで三陸の食材を使った弁当類を販売し、売り上げは三陸鉄道の支援に使われる。ネスレ日本は三陸鉄道復旧の応援を通して沿線地域の復興を支援することを目指し、2012年3月からきっとずっとプロジェクトを展開しており、ラッピング列車きっとずっと号や運行寄付金付き、 キットカットワールドバラエティ販売を通した寄付活動などを行っている。2014年6月16日にはキットカットの外箱に乗車券が描かれたネスレキットカットミニギップカットを発売。2015年5月31日まで1箱あたり190円分の乗車券として、北リアス線、南リアス線利用できる。また、売り上げの一部は、 三陸鉄道の支援に使われる。また、2014年に、キットずっとプロジェクトの一環で、草野球チーム、三陸鉄道キットド,ドリームスが結成された。伊藤洋華道は、三鉄チョロ級などグッズの販売や開発での協力を2018年に開始した。学校や団体を対象に、三陸鉄道社員や沿線住民が被災の状況を、 説明する震災学習列車を運行している。全国から募集しており、岩手県内の団体には利用者補助制度が適用される場合がある。南北のリアス線で運行され、所要時間は1時間前後。学習ポイントでは一時停止や助行などがされ、参加団体によっては、車内での黙祷も行われる。震災から3年となる2014年3月11日の運行では、 個人での参加も可能とした。駅名標の様式は、北リアス線と南リアス線とで異なっている。前者は、一般的な駅名標のデザインをアレンジしたもので、あるが、後者は、三陸海岸をモチーフとしたオリジナルデザインの駅名標である。リアス線区間及び南北リアス線統一後の駅名標をどうするかについては未定である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。